全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。フォーダッシュはモグリシュン、サタデーブルー。まずは先行争い、内から押して3番サコサンタンポポ、外から上がるのはグラスライム、8番カレンマイ、好位をキープ。少し差が開いて5番サニーミルク、続きまして16番オカメカメ。各馬1コーナーを目指します。少し差が開いて1番メイランドリーム、13番アウターガリレオ、内から2番ウイニングフライト、10番ドバイウイングス、この辺りが中段、4番ザキオウイング、外から7番鈴鹿アリサ、少し差が開いて15番コメットアトラス、これからバックストレッチに向かいます。内押さえて14番オグリシュン、後ろに17番サタデーブルー、内から9番秋野彩や。 1000m の通過タイムは1分0秒5、外を押さえて12番エグゼリボルガー、後ろに11番ノーカーウィーク、6番音速のイースト後方。ここから先頭までは10馬身以上、先頭は依然サコサンタンポポ、後ろに18番ウラスライム、8番カレンマイコ、好位をキープ。少し差が開いて5番サニーミルク、1馬身相手16番オカメカメン、少し差が開いて1番メイランドリーム。各馬大欅の向こうを通過、1番人気10番ドバイウイングス、この位置、そのうち2番ウイニングフライト、13番アウターガリレオ、真ん中あたりにつけています。4コーナーから直線へと向きます。さあ直線の攻防、後続各馬の動きはどうか。400を切って先頭サコサンタンポポ、その後カレンマイト、サコサンタンポポ粘っている、サコサンタンポポわずかに先頭か。ウラスライム勢いよく追い上げる、 200m を通過した、追い上げるウイニングフライト、アウターガリレオ追い上げてきた、アウターガリレオまとめてかわした、アウターガリレオ差し切ってゴール。勝ったのはアウターガリレオ、鞍上は田辺裕信騎手。アウターガリレオブリーダーズカップを見事勝利しました。2着メイランドリーム、3着は接戦となりました。